の家のベランダに娘を置いてきたから。え？アパートの1階で暮らす便利なママ友が近所にいて本当助かったよ。ちょっと待って、それ今の話？逆にいつの話だと思ってんの？今誰も家にいないんだけど。なら早く帰ってきなさい、ちんたらしてる暇はないわよ。朝方の今でも30度超えてんのに。今日40度超えるらしいから早く入れてあげなきゃね。私今飛行機に乗ってるのよ、無理に決まってるじゃない。は？聞いてないんだけど。夏休み中は家族で義実家に帰省するなんて話をわざわざママ友にするわけないでしょ。じゃあアンはどうするの？すぐ連れて帰ってちょうだい。私今から新幹線乗るのよ、なんなら駅にいるから今さら戻るのは無理だって。あんちゃんはまだ5歳でしょ、何考えてんの？だってあんたが家にいると思ったんだもん。今すぐ戻って。これから仕事なんですけど。は？福岡に出張なの、1週間は帰れないのよね。旦那さんは？今すぐ連絡しなさい。旦那も大阪に単身赴任中、義実家が関西だから今はそこに住んでるわ。何それ。てか私はまなみさんが保育士だって聞いたから子供を預けようとしたのよ。うちは託児所じゃない、資格持ってるくせに働いてないとかマジないわって思ったから仕事を提供してあげたの。育休中私が出産したことも知ってるよね。うん、確か生後3ヶ月だっけ。なら子供抱えて出勤しろよ、職場は保育園なんだから。勝手なことばかり言って。保育士不足が原因で保育園は増えず、私みたいなワーママは預ける場所すらなくて毎日困ってるんだから。知らないわよそんなこと。本当は保育園に入れたかったのに空きがなくて幼稚園になったのよ。お迎えも14時って早すぎ。それもこれもあんたみたいに怠けてる潜在保育士のせいなんだからね。いい加減にしなさい、今は娘ちゃんを助ける方が先よ。あなたのご両親は近くに住んでないの？私の実家は東北だし、親戚も都内にはいないわ。嘘でしょ。助けたかったらあんたが頑張れ、私は仕事だから信じらない。それが母親の発言？私はあんたと違って忙しいの。あ、新幹線来た、それじゃあね。あ、ちょっと待ちなさい。私の名前はまなみと言います。都内で5歳と生後3ヶ月の娘を育てている30歳の主婦です。4歳年下のゆうさんは長女が通う幼稚園で知り合ったママ友の一人。時々軽い世間話をする程度でそこまで仲良くはしていなかったのですが、まさかこんなことをしでかす厄介なママさんだったとは。ゆうさんの娘のあんちゃんは園ではしっかり者で有名な子、お友達も多くみんなから好かれる性格でもあったので、てっきり親であるゆうさんもしっかりした人なのかと思っていました。そんなゆうさんはあんちゃんを助けようとする素振りはなく、このままでは危険だと判断した私はあるところに連絡をすることに。しかしこれが原因でゆうさんはとんでもない LINE を私に送りつけてきたのです。数時間後。お前ふざけんじゃねえ。いきなり何？通報しただろう、面倒なことしやがって。当然でしょ、警察の方からあんちゃんは無事だったって聞いたわ。大事にならなくてよかったわね。どの口が言う？私に怒らないでよ。私が警察に注意されたのよ、悪いことしてないのに。それ本気？私は仕事に行くためにあなたに娘を預けただけ、それの何がいけないの？今回は私がすぐ警察に通報して大事にはならなかったけど、一歩間違えればどうなってたか想像できないの？あんたが家にいればそもそもこうはならなかった。なんでそうなるのよ。警察には友人に保育を頼んだけど行き違いがあってこうなったって説明したのに、保護責任者がどうとか言ってきて。頼まれてませんけど、嘘の説明はやめてよね。こうなったのは全部あんたのせい。今すぐ警察に行って弁解すれば今回のことは許してあげる。あとアンのことも1週間面倒見て。私がそこまでするの？当たり前でしょ、そもそもあんたが面倒見る予定だったんだからね。だから頼まれてないって。これ以上恥かかせないで、今すぐ行け。
言っとくけど今私北海道だよ。遠っ。さっきまで飛行機に乗ってたんだから遠いのは当たり前でしょ。そんなこと知るか。今すぐ何とかして。そもそもこういう時って保護者本人が行かないとダメなんじゃないの。そこはうまく警察に説明してどうにかすればいいでしょ。ずいぶんアバウトね。私は職場では期待されてるの。そんな存在が急に帰ったらみんな困るんだからね。だとしてもこの状況を説明したら普通は返してもらえない。私にしかできない仕事を任されてるのよ。もし会社に損害が出たらあんた責任取れんの。ここまで言っても私の言うことを聞かないなんてあんたどうなっても知らないよ。何する気。私知ってるんだからあんたに離婚歴があること。そんなの他のママさんも知ってる情報だけど。私が知ってるのはそれだけじゃないわ。え、あんたの元旦那捕まってるでしょう。その様子だと図星みたいね。窃盗で捕まるとか激ダサじゃん。どこでそれを。私ネットの情報を見て個人を特定するの得意なんだ。それっていわゆる特定犯ってやつ。うん、そうそう。でもネットに私を特定する情報なんてないはず。あんたインスタやってるでしょ。元旦那の情報はさすがに載せてないわよ。過去の投稿で以前の居住地はつかめたわ。背景を細かくチェックすればそれくらい朝飯前。嘘。旧姓も画像の中に表札が載ってたからそこから割り出せたしね。モザイクかけてたけど。モザイク除去ソフトを使えば簡単に分かっちゃうんだな。怖くなってきた。さらに娘のリサちゃんの顔、この顔にそっくりな人をニュース記事で発見したのよ。そこまで。移住地もあんたが以前住んでたところと完全に一致。旧姓も同じで娘と顔までクリソツならもう確定でしょう。なんでこんなことを。実は他のママ友のこともこの方法で調べていろいろと弱みを握ってるのよね。みんなのも歯向かわせないためよ。私は常にトップでなきゃ嫌なの。仕事もプライベートもね。なんて人なの。アンを迎えに行かないならあんたの秘密をみんなに言いふらすわ。それでもいいの。やめて。きっと今の旦那さんやリサちゃんにも影響が出るでしょうね。お願い、他の人には言わないで。娘や旦那には迷惑かけたくない。なら今すぐアンを迎えに行って1週間面倒も見てちょうだい。それじゃ頼んだわよ。1週間後。やっと駅に着いた。今からそっちに向かうからそのつもりでよろしく。うちに来るの。当たり前でしょ。仕事も終わったしアンを迎えに行くわ。私今飛行機の中だよ。なんで帰ってないの。だって義実家には1週間滞在予定だったんだもん。じゃあアンはまだ警察。安心して、ちゃんと代わりの人にお迎えの連絡をしてあるから。誰。ユウさんの旦那さんよ。は？警察が調べて連絡したんですって。余計な真似しやがって。あの後旦那さんから連絡があって謝罪もしてくれたし、お迎えも仕事を中断してすぐに向かうって言ってくれたわ。面倒なことになった。あなたと違って子供優先なパパでちょっと安心した。まあこれが普通なんだけどね。私の仕事は誰にもできないことだし。確かに既婚者の上司と浮気旅行なんて普通の人にはできない仕事よね。なまあ落ち着きなさい。なんでそれを。私が旦那さんに優さんは福岡に出張だって話をしたら、そのまま会社に連絡して事実確認をしてくれたのよ。会社を巻き込むのはまずいって。嘘つくのが悪いんでしょ。会社はどこまで話したの。福岡へ出張の事実はないこと。そもそもユウさんは仕事ができないから県外出張なんて怖くてさせられないって会社の人は言ってたらしいわよ。それはそのネットサーフィンばかりで書類すら作れない人だったって旦那さんは聞いたみたいだけど。ちょっと重要な調べ物をしてたというか。芸能人の SNS を眺めることがそんなに重要。そこまでバレてたの。履歴がっつり残ってたってさ。マジか。
会社で期待されてるって随分大きな嘘をついたものね。嘘とかではなく、そう思ってただけで。勘違いにも程があるわ。でもなんで浮気までバレちゃったのよ。緊急で社内調査をしたんですって。そこまで普通する？あなたが有給やら使って1週間休んでいる間、浮気相手の上司も同じ期間有給を使って休んでたんでしょ。その程度で浮気を疑うのはちょっと強引すぎない？上司の方も奥さんには出張って嘘ついてたらしいし、怪しさ満点ではあるからね。だとしてもたった1週間の間にそこまで話が進むのは早すぎというか。そもそもあんたが手を出した上司の奥さんは会社の社長の一人娘さんだったみたいよ。もしかして知らなかったの？冗談でしょ。マイケル？誰？マイケル・ジョーダンっていうバスケ選手の。知らん知らん。ジェネレーションギャップか。つうかこんなくだらない話をしてる場合じゃないんだけど。テンパってるみたいだから和ませようかと思って。いらないそういうので。社長の娘が上司の奥さんってガチ？さすがにこの状況で嘘は言わないって。本当なの？前々から朝帰りが多くて奥さん自身も疑ってたんだって。それでこんなことが起きたから緊急社内調査が実施されたのよ。社内に聞いて回ったってことは誰かがチクったのか。そういうことでしょうね。社内で仲良くしたのはさすがにまずかったか。仕事もろくにせずに何やってんのよ。私結局どうなるの？旦那さんはもう義実家に引っ越したって聞いたよ。離婚もするって言ってた。もうそこまでしてんの？赴任先の支店へ移動願いも会社に相談して提出するって。ちょっと話早すぎない？ついていけないんだけど。なんなら弁護士にも相談してるそうよ。まあこういう時って普通は焦ってすぐ行動できないものだけど、旦那さんは冷静で迅速に動けてすごい人だわ。あんちゃんがしっかり者なのはきっとパパにね。たった1週間でそこまで話が進んでたなんて。両者から慰謝料請求はほぼ確実でしょうね。金額やばそう。貯金とかしてないし払える自信ない。しかもその上司婿養子にも入ってて後を継ぐ予定だったんでしょ。そんな話聞いてない。周りに気を使わせないために上層部以外には内密にしてたらしいわよ。ってことは彼離婚になったらクビの可能性も大ね。私もクビかもしれないわね。気になるなら会社に直接聞いてみたら。今は無理。多分聞いたらぶっ倒れるわ。自業自得よ。こうなったらあんたも道連れにするは？言っとくけど私はあんたの弱みを握ってる。そういえばそうでした。元旦那がヤバい人だったってみんな知ればあんたはぼっち確定。子供にも影響が出るでしょうね。一緒に地獄に落としてやる。噂を広めたいなら勝手にすれば。え？元旦那のことについてはすでに他のママ友には話してあるわ。あんた知られたくないって言ってたじゃん。あの時はね。でもあなたに怯えて今後も暮らすなんてなんか嫌だなって思ってさ。一生怯えてればよかったのに。ひどいこと言うわね。まあ信頼できる一人のママさんに話をしたら案外すんなり受け入れてくれてよかったわ。でも受け入れたのはその一人だけでしょ。他のママさんがどう思うかはわからないじゃない。他のママさんも同じリアクションだったけど。マジかよ。ユウさんとのことも話したけどみんなあなたのことを嫌いみたいで今後は味方になってくれるって。意味わかんない。なんでみんなして私を敵認定してんのよ。人の弱みを握って周りを支配しようとしてたんだからそりゃ嫌われて当然でしょう。計画は完璧だったのにどこで間違えたっていうの？全部大間違いだったのよ。あとママさんの中に旦那さんが弁護士の人がいてね。まさか訴える気？勘弁してよ。もし私や他のママさんの弱みをちらつかせて脅したり変な噂を口外した場合は損害賠償請求も検討します。これ以上支払いを増やさないで。ならおとなしくすることね。私たちは本気だから。ちょっと待って、さっきから警官が駅の周りをうろうろしてるんだけど。
確か保護責任者遺棄の容疑で警察が動くって聞いたわよ。嘘、私逮捕されんの？あなたはそれだけのことをしたのよ。じゃあ他に言い訳がしたいなら警察にどうぞ。あと助けて、前科持ちは嫌だ。後日談。その後ユウさんは警察に捕まり実刑判決を受けることに。初犯だったこともありすぐに出所できたものの、前科持ちになったことでユウさんの高いプライドはボロボロ。さらに旦那さんとも離婚、親権は旦那さんが持つことに。慰謝料は旦那さんが100万、相手の奥さんからは200万も請求されたのだとか。さらに浮気相手の上司とユウさんは今回の件が原因となり会社をクビにもなりました。ユウさんは転職活動を始めるも大手企業ばかり面接を受けて全て玉砕。今はおとなしくアルバイトを掛け持ちしながら極貧生活をしているのだそうです。元旦那さんとあんちゃんは今は大阪の義実家で楽しく暮らしているそうです。新しい幼稚園でもすぐにお友達ができたとも聞いたのでとても安心しました。ユウさんには振り回されてしまいましたが天罰は下ったようですし、私も平穏な日常に戻れてほっとしています。